月に火曜選抜の生に来ていただいて、はい、とってもたくさんプレゼントをいただいてどうもありがとうございました。で実は今日は、はい、ちょうど生のお仕事でこの時間、はい、秋音さんが電話も無理だし、それからスタジオももちろん無理だっていうんで、先週の今日から数えると先週の金曜日に録音を撮らせていただいて、はいはい、今ちょうど夜なんですよね、はい、ところでですね、はい、今日は番組始まった時に、この屋上からね、はい、風船を飛ばしたんです。たくさん、そうなんですね、中森明菜さんにもご協力をいただきまして、サインをしていただいて、はい、それを印刷して、もういくつか無線いくつに、はい、印刷したんですけれども、それを中森明菜のサインだっていうふうに当ててもらおうと思うんですよね、はい、ですからラジオをお聞きの方にちょっと呼びかけていただけますか、それから新曲の応援もよろしくということで、はい、サインを一生懸命書きましたんで、ちょっと私の分かりづらいと思うんですけれども、ヒントだけ、はい、ひらがなです。ひらがな、ひらがなですけれども、本当に分かりにくいと思いますけれども、一生懸命考えて一つ一つこう書いてるのをこう見ていけば分かるような気がするんですけどね、あれひらがななんですか、見てちょっと送っていただきたいなっていうのと、今一生懸命テレビの方でも新曲頑張ってますんで、応援してくださいな。チェッカーズのフミヤさんが電話をかけてくださいました。あ、そうですか、はい、もしもし。もしもし。あ、フミヤ君。どうも。どうもこんにちは。こんにちは。今どういう状況で電話を。今はですね、撮影の合間です。撮影の合間、某雑誌の。あーはーはーはー、そうですか、もし屋外でですね撮影ならばですね、今日は文化放送からですね、1万個の風船をですね打ち上げるんですが、打ち上げているんですが、なんか見えませんか。こっからちょっと無理みたいですね。あ、そうですか。見えてもゴミのように見えるかもしれない。綺麗なんですよ。まあいろんなことやってるわけですよね今日はね、さてフミヤ君、はい、チェッカーズの仕事の動きなんですが、はい、今アルバム制作で忙しいという話ですね。そうです。うん、まあタイトルは未定なんですが、はい、これ初めての全曲オリジナルのアルバムがだいたい5月の頭ぐらいに発売しようという、うんうん、ああそうですか、ほとんど東京住まいが多いという形ですね。東京がほとんどですね、うんうんうん、それと、3月の5日に、I Love You さよならというシングルが出るんですが、この3月5日にですね、久しぶりにキャンペーンをやろうということになりまして。キャンペーンを、どういう形でキャンペーンやりますか。これがですね、初めてなんですが、父にバラバラに日本中に散っちゃうんです。散る、その日だけ。その日だけ、例えばある人は北海道、ある人は九州、そうそう、ある人は大阪、そう、ある人は仙台とか。そうそうそう、はあ、はあははあ、それでどういう形でキャンペーンになるわけ。それはこれをですね、なんか各地方のテレビとかラジオとか、優先回りとか、優先回り、いろんなことが入ってるみたいですね、ぎっしり。で、I Love You さよなら、これもフミヤ君の作詞でありますし、メンバーのオリジナルという形になるわけですが、はい、今後アルバムなんかもこういう形が多くなってくるわけですか。そうですね、別にそこに執着してるわけじゃないんですが、まあなんとなくメンバーが作った方が、だんだんチェッカーズらしくなってきたという。だからこれから多分オリジナルが多くなると思います。ああそうですか、頑張ってくださいね、はい。まあ、仕事の話ばっかりではなんですが、フミヤ君もですね、はい、もう25という年になろうとしてるわけですが。そうですね、ねえ、はい、いい年だ。いい年ですね。ところがですね、フミヤ君、なかなか君にはですね、これといったその芸能人特有のですね、色っぽい話というか浮いた話というか、そういったものがですね、あんまりその耳にしないという感じがしますね。そうですね、一切ないですね。ねえ、やっぱりあれかしら、そのチェッカーズというですね、グループ活動をやってると男どもが集まってると、女の子が近づきにくいというそういう部分ってのはあるのかしら。そうですね、ほとんど近寄ってきませんね、まずうちの場合は。あ、そう。高木いるしだって全然違う。まず九州弁で喋ってるしね。九州弁で喋ってる。あまりそこよくないけど、ほとんど不良だから怖いというかね。うん、何されるかわからない。あ、そういうのもあるよね。でもなんか楽しい人たちだなとは思ってみたいですよ。だから恋愛の対象にならないいいお兄さんで終わるような
パターンが大体。ああそう。で、あの文也君は藤谷美香さんみたいな人が好きだって話ですよね。そうですね。まあ、昔からファンですね。ああそう、早くそういう人見つかるといいですね。どうでしょうかね。そうですか。あんまり対象にならないみたいですよ。宮君、はいはい、それではですね、これからのアイラビューさよなら大変なのリクエストが来てますんで、ね、はい、かけておきますんで、はい、秋田放送ですね、一気に6位に入ったという連絡が入りました。あ、そうですか。それをお伝えしながらですね、はい、お別れをしたいと思います、はい、メンバーの皆さんによろしくお伝えください、はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。東京都と神奈川県以外の末尾7番の方のリクエストはこれから受付です。どうも、はい、秀樹君、はい、空模様はどうかね。あのですね、やっぱりですね、うん、ちょっとどんよりした感じですね。そう、はい、横ちゃん、はい、風はどう。風はね、ちょっとあるのかな。 あるみたい。はい、多少ありますね。、はい、今ね、北の風が 3.3 メートル吹いてますね。あ、はい、ちょっと冷たい感じで。そうですね、はい、北風って言うんでしょうかね、これを。秀樹、はい、から横ちゃん、はい、あんまりもう時間がなくなってきましたのでですね、はい、それではですね、はい、一緒に、あ、もしもし、はい、今ね、電話が入ったようなんですよ。あの、桶川に長山横ちゃんの方から。はい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 、はい、もしもし、横ちゃん、どうも、すいませんでした。いえ、残念でした。残念でしたよ、もう本当に。やっぱり飛行船というのは、風や雪なんかね、非常に弱いわけですね。そうなんですよね、うん、で、私があの上空にいた時は大丈夫だったんですけども、はい、だんだんの天気がね、やっぱり予定の方にね、悪くなってくるっていうか、はい、そういうのをもう先に読めますから、はい、上の方にいると、でそれで先を読んで安全をとって、ちょっとダメだ。来てもらえればね、非常に絵になったわけでありますけれどもね。そうなんですよね、残念でした、どうも、またの機会を狙いましょう。はい、どうも、ね、どうもありがとうございました。ご苦労様でした。どうもありがとうございました。じゃあ秀樹、はい、から荻野目洋子ちゃん、はい、それじゃあ54321で、はい、5000個の風船をですね、幸せの風船をあげましょう。はい、わかりました。いきますよ、はい、一緒にいきましょう、はい、せーの、54321スタート。秀樹、はい、飛び方どうですか。はい、今飛んでますけどですね、またドッカンの荻野目がですね、上に屋根があるのも分からずにですね、そのまま風船を離したんです。それで今屋根のところで止まってるのが数個ありますね。これそうですか、荻野目がやったやつですよ。ヨゴちゃん、ヨゴちゃん、でもやっぱり爽快なもんでしょ。すごい気持ちいいですよ。そうですか、はい、あの寒い中、寒い中、本当にあの2人ともありがとうございました。どうもです。どうもありがとうございました。どうも。島のシャツにチョッキなんか着てる。春を先取りか。あ、ボイさんありがとう。あ、いい、うん、この店はいい店だよね。あ、行っちゃった。あ、そっか。あ、とにかく今日はかっこよく決めるからね。ビシッと、だからエスコートしなきゃいけないから、いろんなことをね、こう思わず言ってしまったとか、そういうのを期待してほしいななんて思ってるな。どういうから最初な。まず僕は時間通りに来てるから、あっちは遅れてるわけだから、ここでまず弱みがあるだろ。遅れてきた、ごめんなさいとか言ったら、何だと思ってんだよ。なんてやっぱり一度言っちゃったわけだろうな、とかしたら、ね、本当にその会に行ったわけね。あ、どうもすいません、遅れちゃって。え、あれ、ごめんなさい。ぴったりじゃない。もう、あ、いや、あ、時計進んでたみたい。店すぐ分かりましたか。ええ、お店は分かったんですけど、ええ、なんか、あ、雰囲気いいなってこう周り見ながら歩いてきちゃって、すいません。あ、いやいや、いいんです。今日なんか無理じゃなかったんですか。いや、大丈夫だ、ね、時間は大丈夫ですか。だ、全然大丈夫です。あ、お仕事はない。はい、あ、よかった。今日、あ、素敵なコートですね。ありがとうございます。僕ちょっと薄着すぎますね。まあ、春を先取りしたんですけど、はい、僕はまあ、ご存知だと、ご存知ないと思うんですが、はい、小坂井和樹っていうもので、はい、31歳で、はい、妻子あるんです、はい、そう見えないんですけど。で、一応千葉県で生まれて、はい、市川ってところで育ったんですけど、はい、浅草に越して、はい、浅草で映画とか好きになって、はい、文京区の目白に越して、はい、山手を全部踏破して、はい、で、まあ、こういう世界が好きだったんでこういう世界入っちゃったんですけど、割と優柔不断に今まで来ちゃった。優柔不断、はい、じゃあ後悔することなんかたくさんあります。いや、後悔は今のところ仕掛けたこともありましたけど、
そうですか、じゃあいいですね。いいですよね。はい、あの一応自己紹介して私はあの一応あの中森明菜っていう名前 で、まあ、この名前は、まあ秋っていう字はあのうちの父親が秋夫っていう名前なんです。その秋をいただいて、あ、そうですか、あのつけられたそうなんです、私はあのですね、大田区の大森っていうところで生まれまして、でも育ちはあの東京都の清瀬市っていうところでずっと育ったんですけど、あ、はい、案外こう、まあ、そんなに出たがりじゃないんですけどね、テリアの方が、まあ、自分の中には多いんじゃないかなと思うんですけど、あ、まあ、歌が好きで好きっていうことで、まあ、オーディション番組に何回か出まして、で、まあ、なんとかこう受かって現在にいたということですね。はい。なんかあのあれですよね、僕も恥ずかしがりなんですよ。だこういう仕事になるとは思わなかったんですけども、僕テレアで、はい、口下手だし思ってることをあの冗談めかしてしか言えなくて、あの好きだよなんていうふうにしか言えなくて、君が好きだとか言えないということで、今日はあの時間の許す限りあのいろんな話をしたいなと思って、あの本音で話をしたいと思います。はい、あの付き合っていただけ、あ、そうだ、はい、そうだ、もう渡していいんだ、あの、はい、これプレゼントなんですけど、映画のビデオなんです。それでこれカードです、はい、ちょっと開けてみてください。あ、すいません、お気に召すかどうか。開けていいんですか。あ、開けてください。あ、なんかこれでやっとお見合いみたいな雰囲気が崩れましたね。崩れたわけじゃないのかな。お見合いみたいに嫌だったんですけど、地味だった、私こんな感じなんです。僕なんか物をいただくとなんか地が出てきて、僕も本当は知ってるんですよ。いやー、すごい。ビートルズとですね、はい、女と男の名誉なんです、あ、女と男の、ジャック・ニコルソンのやつなんですけどね、はい、これはあれです、あの殺し屋同士なんです、お互いに。でもビデオをプレゼントするのがこんなにおしゃれになるんですね。今おしゃれですね。ね、僕も知りませんでしたら。かわいい。ぜひ見て、あ、これアイマス VHS なんです。はい、アイマス。やった、一応ベータなんでね、もらえませんから。はい、ということで、まあ少しほぐれてきたところで、はい、お互いにいろんな話をしていただきたいと思います。はい、ありがとう。じゃあ乾杯しましょうか。乾杯、忘れてました。はい、やっぱり僕上がってるみたいですね。はい。鈍い音しちゃった。あの。タバコ吸っていいですか。どうぞ。ああ、もう火がついてる。今でもでもね、ニューヨークはね禁煙なんですって。案外ね、あの吸うと罰金取られるお店が多いそうですよ。あ、そうですか。ニューヨーク好きだって今言ってたばっかりですもんね。この間行ってきたんです。すごい景色だった。罰金ですよこれはね。いけないよな、本当にタバコ吸っちゃ体に良くないんですから。痛いじゃないですか。本当に。はい。まあ、あのニューヨークというとですね、思い出すのは男と女ですけども、全然違いますが、今日は男と女ってことで話をしたいんですよ、はい、僕は、はい、それで、まあ、ここに書いてあるんですが、はい、中森明菜的男性学、はい、小坂井和樹的女性学ってな感じでですね、はい、話をしたいんですけどね、はい、ここにですね一つ例があるんですね。こだわりを一つのステータスにしている男、はい、というパターンがあります、はい、ここから入っていけば話も出やすいんじゃないかと考えるわけですね。そうですね。じゃあちょっとせっかく作家の人が原稿用紙まで書いてくれたんで演じてみましょう。主演中森明菜、小坂井和樹でお送りします。こだわりを一つのステータスにしているやつ。あー、お腹空いちゃった。ねえ、なんか食べに行こうよ。いいね。どんなもの食べたい。お腹いっぱいになるものだったら何でもいいわ。ダメだよそんなの。そういうことじゃダメなんだ。食事をおいしく食べるにはその品の良し悪しとムードで楽しまなきゃ。例えば、今や世界的にヘルシーフーズとして人気のある日本独特のお寿司料理、ヘイラッシャイの掛け声で食べるのもいいけど、新人類の僕たちならジャズサウンドを BGM にシックなムードで食べる、これですよ。生ものがダメだっていうならスペイン風炊き込みご飯パエリエットなどかな。それもシーサイドレストランで塩菜を体で感じながらっていうのがいいな。食後のデザートはカリフォルニアフルーツで決めるわけだ。うん、これはなかなかいい、ね、
そうだ、ついでにケーキも食べに行こう。いいね、はいはいはい。ケーキ選び方があるんだよ。選び方が、これチョイスっていうのかな。スポンジは弾力性に富んでいて、うん、ほわっとしてなきゃダメだ。べちゃっとしたのよくあるだろう。ダメだな。それにホイップアメリカンタイプ、絶対バタークリームなんか食っちゃいかん。甘みをぐっと抑えたやつだ。もう分かった分かった、もうねえ、何でもいいから食べに行こうよ早く。それじゃ手っ取り早くよ、あそこの角まで行ってラーメン行こうよ。やらせてスープがバカマなんだよこれが。なちょっといい加減にしてよ。あれ怒られちゃったの、スビヒンビラ働かということでね、やたらこだわる人最近多いですね。女の子はあんまこだわらないですか。まあ私はほら普通の一般の女の子と立場が少し違うから、うん、まあみんなね普通の子だったらもうデートもしょっちゅうしてるから、うんうん、例えばそういう美味しいお店とかにも帰って興味を持っていくかもしれないけれども、もし私がそういう今そういう立場に なれたら、うん、デートできるんだったらもうお店なんてどうでもいいです、そばにいてもらえれば。でしょ、そうでしょ。だからこだわってるうちは本当にあれじゃないんだよね。うん、あのなんどこでも楽しいもんね。どこでも楽しいと思う、それ好きだったらね。うん、うん、何でもいいと思う。待ち合わせなんかお店でもなくてもいいでしょ。うん、ねえ僕なんかあれだもん、新宿駅地下のポリスボックスの前だもんあそこね、帰って人に会えないんですよ人がうじゃうじゃいるから。でさっきちらっと話したんですけど、はい、今の奥さんとね初めてデートした時に、うん、どうやってまず誘おうかと思って、やっぱりいろんな本読んだの僕も、はい、うん、六本木のなんとかという店は待ち合わせにぴったり、高そうと思って、学生だからお金ないから、はい、どうしようこの際1週間考えてね、うん、なんて誘うかな、映画の券が2枚手に入ったんだけどいけないっていうのは臭いなと思ったんだけどこの際臭くていいと思って、うん、もういい当たって砕けろだと思って、そしたら来てくれて、うん、最初に待ち合わせたところでキョロ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 待ってて、後ろから目隠しされて、うん、お待たせって言われて飲まれちゃったですね。可愛いですね。あの頃は可愛かったです。そういう経験をしてみたいです私も。やっぱりそういうことする方ですか。したこ、まあそういう待ち合わせってしたことないからわかんないですけど、うん、したいです。したい気持ちは山々ですけど態度に出ないと思います私は。あ、割と普通に来ちゃう。こう途中までもしね遅れても遅れてないにしても途中まで走ってっても、もしその待ち合わせの相手がいたらかい、あのね、はってしてたのをちょっと手前で休んでってやってごめんね遅くなっちゃったってこう、あ、そうか、思います。悟らせないようにする。悟らせないように。それはあれ恥ずかしいから。そうでしょうねきっとね。急いで来ちゃったってのを見られちゃ恥ずかしいというか、うん、それかね、そういう風にするか、うん、帰っておどけてね、うん、でー逃げたーなんてこうだって言おうかなそれいいよね、でーっていうのはいいですよやるなぁ、それいいなぁ。でも大体そこでわかるもんね。あの、で、遅れちゃったっていう時にさ、なんだこの女という顔をされたらさ、もう絶対うまくいかないじゃない。それで、遅れちゃったら、うわぁ、びっくりしたとかやってくれれば、その日もその滑り出しがいいもんね。うん、じゃあ、どこ行こうか決まったら決まってなくても、ごめん、俺どこ行くか決めてないんだよって言えるじゃない。それがさ、やっぱりさっきの A パターンだとさ、はい、ごめんなさい、遅れちゃったよと、いえ、あの、うん、なんてなっちゃって。そうですよね。割と俺初めての時はドキドキするでしょ。うん、だからそういう、でーっていいですよ。やっぱりでも、相手によってそういう態度っていうのは作ると思います。あ、で、やっぱり男の子が、うん、あのそういう風に仕向けてくれないと、そういう感じの人だったらデーってできるけどってこと、うん、そう、やっぱりこう言ったら、あ、何か言葉を返してくれるなっていう人だったら言うと思うし、うんうんうん、この人は全然そういう情報が通じない人だろうなと思ったらごめんなさい遅れて、あ、低音でごめんなさい遅れちゃってバス来なかったとか言って、あ、それはあるよねそれはありますね。それはあの人間関係にしたってこの人には、ね、こういう仕事してあるでしょ、いろんな人があって、はい、このディレクターはちょっと冗談言っても分かんないからとかあるでしょやっぱり。それはありますよ ね、はい、じゃあ元気いいって言えるディレクターさんもいれば、うん、僕よろしくお願いします今日も、うん、ってやる人もいるし、はい、だから、まあ男と何になるともっとドキドキしたりするというのが、はい、でもデーっていいな、デーってやったら最高ですよ。最近そういう子見ませんよあんまり。そうですか。女の子ごめんなさいっていうの多いです。そうですか、うん、私はもうダメでしょうね、もうきっと疲れると思いますよ、私についていけないと思う。本当、私って本当にバカですからね。そんなことない。やり始めるともう止まんない、止まらないです。じゃあデイで始まったらそのテンションのまま行っちゃう。この店行こうか、って言ったら、ね、どこ行くのね、どこ。ラーメン食べよう、美味しいからここ。やべ、絶対美味しい。美味しいよ、ほら来た。一口食べるから、ね、食べるよ、食べてみな。まずかったら次行くよ。怒っていい、怒っていいよ。どれ、うん、ダメー、ごめんなさい。楽しいけど疲れるなこれな
ここまではいけませんけど、そのくらいやってる方がね、案外、まあ、ノリのいい方だと思います。ノリ絶対です、案外じゃないです、それ。そういう子見ませんよ、他に。そういう子いないもんね、やればいいのにな。そういう女の子の可愛らしいとこっていうのがあんまり最近の子しないみたいな気がするね。そうかな、割と。例えばほら、テレビ見てるさ、明菜ちゃんを見て、はい、明菜ちゃんみたいになりたいっていう人いるでしょ、はい、で髪の毛真似したり服真似すると、はい、やっぱりどうしてもその、こんばんは、私っていう方をやっちゃうと思う。どうしてもその本質まで見ないで、でーってその格好でやる子はいないと思うね。そうですよね。やっぱりあのほら、すごいおしゃれしてるのにバカのことやる人って好きなのね、僕。おしゃれしてそのままおしゃれしちゃったのって人つまんないけど、だから例えば、まあ、坂井正明さんとか、はい、すごいおしゃれしてるのにこけたりするでしょ、はい、ああいうのがいいですね。そうですね、ああいう人を嫌いっていう女の子は僕は嫌ですね、はい、うん、そう思います、うん、本当よ、こんなもんなんだからみんな。おじさん、あの BGM ね、明菜ちゃんの約束にしてくれる、頼むよ、うん、ね、らどうもありがとう、行ってきて、約束をかけてくれてる、うん、ということでね、この約束という歌はですね、うん、内容的にはどういう歌なんですか。約束、はい、約束はですね、電話で起こしちゃうんですよ、前に付き合ってた彼氏を、うん、それから始まるんですけどね、で、まあ隣に彼女が寝てるんでしょうけれども、彼女がね、目を覚まさないうちに電話切るからね、ちょっとお話ししてっていうような、あら、絶句、いいな、そういうのな、モテる男ですね、そいつは。そうですね、うん、でもなんとなくそういうのってあるんですよね、やっぱり別れても、まあほら、まあ、別れた時のあなたが大嫌いよ、さよならっていうのと、うん、あ、いつまでも友達でいましょうねって言ってお別れするのと、うん、うん、でお友達だったらね、やっぱり彼女がいるって分かってても、なんかこう急に寂しくなっちゃう時にこう電話しちゃったりして、うん、遅く電話してごめんね、隣に彼女がいるの分かってるんだけどって言う歌なんです。起きないうちに切るから、起きないうちに切るから。いやー、そうすると それで電話をもらった男はどうするのかな。まあその隣に寝てる女の人が本当に好きであれば、まあでも男の人はどうでしょうね、嬉しいことは隠せないでしょうね。嬉しいのも嬉しいですよね。どっかで嬉しいよね。ね、絶対ね。うん、で、まあ、ポーズで、いや、ちょっと今日遅いから困るよ。なんだよ、なるほど。なんつってね。そうそうそう、で、あとで、うひ、参っちゃったな、俺はな、なんて。大体友達には言うんだよね、そういうやつね。参ったけど、前の彼女電話してきたって、横にいるんだかいよ、お前。今の彼女がよ。困っちゃったよって言いながら電話では。ダメだよ、こんな時間帰ってきちゃう、約束が違うぜとか言って、その後タバコいっぱい吸っちゃうね、その人。いや、参ってたな、ね、で女の子が起きて、どうしたの、いや、なんでもなんでもなんでもなんて、ね、そういうのありますね。ただあの、こういう歌ってさ、あの、はい、聞いててきっと、 ある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 と思う人いっぱいいると思うね。そうですね、気持ち的にこう実際かけられなくてもね、うん、で男でもあるよ、うん、こういうことをしたい時あるよね、うん、うん、私は案外こう心の中には意地悪はないんですけど、うん、もう心と逆で言葉に意地悪が出るから案外だからそうやって電話かけてくると、 まあ冗談でですけどね、うん、何電話なんてしてきてるの、それそれそれ、それが男の子はぐっさって言って、なんて嘘だけど、なんてどうしたのってちゃんと聞いてあげますよ。それを言ってくれる子は、うん、あのあんまりいません。そうです、僕の場合ですけど、また聞いてるやつがお前だけだよって言うかもしれないけど、僕の場合はどうしたの、何電話なんかしてきて、今何時だと思って、今何時だと思ってるの、いい加減にしてよ、ちょっと冗談じゃないわよ、すいません、2時ですね今だ僕の時計が合っているかとか変なこと言って、ね、気まずい思いして、お前バカだな俺はなとか思って、だからあのかけた後、かける前とかけた後の、あの気持ちの落差というのはね、あらさ、あら、はい、割とじゃあ優しくしてくれるんですね、アキナちゃんはね。なんて嘘言うとしたのって言って。そうです。でももう一回それでもう一回会ってほしいんだとか言われたらまた、何言ってんのと。なんでしょう。例えばこう、ね、区切りをつけたときたら。案外こう、まあ本気で怒ったりするっていうのがなかなか嫌だし、うん、苦手だから、うん、なるべく怒る言葉でも、そういう喋り方で朗らかになるでしょう。うん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 。だから声だとか。うんうん、低い声でね、
冗談じゃないわよって言ってれば怖いけれども、うん、冗談じゃないわちょっとって言ってればジョークになるでしょ。柔らかく伝わるというね。うだからこれから会うよって言ったらどうしたんだか気でもおかしくなっちゃったんじゃないのって言えばねちょっとで済むでしょ。そうね、うん、で相手も賢明な男の子ならわかるしね。あちょっとダメだったなっていうのね。それはいいことですね。それは心配りですよ。そうですか、うん、それはあの男の子もありますよ。女の子やっぱりね、いやあのデートするとか嬉しいしね、女の子に好きだって言われて嬉しいけど、やっぱりこの子とデートとかなと思ってる子にはやっぱね、あのお前なんか嫌いだとは言えないでしょ、うん、デートしてくれませんか、デートかーとかこれダメなんだよねとかやっぱ言うもんね、うん、恥ずかしいんだもん俺このままの方が楽しいよとかね、うん、待ち合わせたらするとドキドキしちゃうんだよねとか、僕の友達で平気で打ち合わせがいてね、はい、嫌いだよお前なんかよ、やるなよと、こうやってそういう子の方がモテたりしてどっちがいいんだろうと思ったですね。そう、うちのお兄ちゃんもそうでした。あそう、もうすごかったです。突き放すタイプ。うん、バレンタインデーとかねチョコレートとか持ってきてもいらねえよっつって投げちゃうんですよね。でもそれでも、ま、ちゃんとまたくれるんですよ。すごいのモテてて、昔ですけどね。あそう、いいね、中学校の頃。そういうのタイプなんですよ、似合うタイプの人いるん。それでそういう人が好きな人っているんですよね。どうしてでしょうね。あの突っ張ねられればなれるほど、いやお願いもらってって思うんですかねそうでしょ、とっさの詰め、あの人に絶対優しいことは私にかけさせてやるわとか燃えちゃうんじゃないですか。そう、私が初めてあの人に優しくされる女になってやるわとかね、あんじゃないの。僕絶対言えないもん、いらねえよなんて、ありがとう君あげるとかだでも私思うんですけどね、そういう男の人好きな人っていう女の子は絶対に、例えばねその男の子に彼女がいたりとか、うん、仲のいい女の子いたら絶対その女の子にね意地悪するタイプの女の子だと思います。はは、そういう男の子が好きな女の子は。でその子が優しくしてる子なんかのとか言って、うん、何をあったと言えるの。そういうタイプじゃないとそういう男の子は好きにならないと思う。そう、女の直感ですけどね。当たるんですよね。わかります。女の直感って当たるそうですからね。この前もあの萩原さんが言ってましたけど、男は浮気してると奥さんはわかるらしいですよ。妙に服選んじゃったりするんですって。あの前石田さんの頃ですけどね、はい、なんかで読んだんですけどね、やっぱりね妙に服を選ぶんだって朝萩原さんが、はい、あなたどうしてそんな服選んでるの。いや何でもないです。うん、そういうところで分かっちゃうみたいね。妙にお風呂がねいいだとかね、はい、妙に奥さんに優しくなるとかね、今日ちょっと遅いけどごめんねとか普段言わないのに言うとか、あら、するとピピピン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 、おおペン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 って分かっちゃう。だからやる気をつけた方がいいですよ。僕らいただきますなんかやってもね、はい、おばさんたちに聞いてもそうみたい。自分で本当に悪いなと思ってそういうふうに言うんじゃなくて、やっぱりそういうことがあるから隠さなくちゃいけないなっていう形でそういうふうに出るんですか。でやましくなったりするとあるみたいですよ。ああ気をつけてくださいね。危ない。またちょっと曲かけてくれる。うんうん、おじさん、あの BGM ね、オーノーオーイエスにしてくれる。うん、そうそう、秋菜ちゃんの曲よく知ってるかな。のイエスね、また誰か来たらかけてあげてね、よろしく。ところで、はい、不倫っていうのがありまして、今下火になってきましたが、はい、一時すごかったでしょ。今の曲がね不倫の曲ですけど、不倫、不倫は道にあらずと書いて不倫。でもあるんでしょうねきっと。本当に旦那様だったら、旦那様大好きなんだけれども、愛してるんだけれども、どうしてもこの人も好きっていう人っていうのが出てきちゃうんでしょうね、きっと。あることはあるよね。それがほら、例えば学生の時ってなんか危ないですね。いやいや、僕あれでしょそれは、はい、学生の時っていうのは社会的に結婚とか家庭がないから、はい、あの子もうつまんないと思うと、例えばあの子また振ったわよ、と女をまた次の乗り換えたわよっていうのが、うん、別にえいつやプレイブイだからって言うんだけど、はい、一回結婚という形を取ってそれをするやつがいるわけよ、はい、そうするともそれはあいつは無責任だとか無節操だとか、うん、でそこら辺で不倫 OK だという考えの人はそこら辺を盾にして言うよね、うん、なぜそんな形式をねしなきゃいけないとかね。だって外国なんてね、
どっかの国なんかは何人も奥さんがいるんですよ。そうそう、一夫多妻ね。ねえ、うん、ああいうのがあるとやっぱりそうですよね。ありえないことじゃないですもんね。ただそれが我慢できるか我慢できないかで、うん、ねえ、不倫に走っちゃうっていうだけで。でどうなんだろう、不倫、今不倫ってどっちがやっぱりこれ男が声かけるのかな、両方あるのかな。男の人はやっぱり、まあ、浮気みたいな考えしかないでしょうから、軽い気持ちで声をかけるんでしょうね。で多分女の人が本気になっていっちゃうんじゃないですか。あ、ってことは不倫の相手の方に本当に好きになっちゃって、うん、例えば旦那さんはいらなくなっちゃうとかということですか。いや、そういうのはわからないですけれども、まあ、いろんなパターンがあるでしょうけどね。本当に、いや、もう家庭も何もいらなくて、うん、いや私はもう絶対この人のところに行きたいっていうのと、いや私は家庭は愛してるけれども、本当に愛してるんだけれども、この家族を愛してるのと同じぐらいこの人も愛しちゃってるのよっていうタイプと、はあ、まあ、まあ、女の人だけじゃないでしょうけどもね、男の人もそう。そうね、どうなんだろうな。でも、まあ、いけないことはいけないことでしょうけども。そうだね、うん、すごくかわいそうですよね、そうなっちゃった人はね、うん、好きになって気持ちができちゃった人はね、うん、で簡単でしょ。